サンマスマップ、美女と野獣のクリスマススペシャルは、日本テレビ系列で1995年から2015年まで12月のクリスマス期間に日本テレビジース,スタジオから生放送されていた特別バラエティ番組、アカシア・サンマとスマップの冠番組でもあった。通称は、サンマスマップ、サンスマ。サンマとスマップのメンバーが豪華ゲスト陣と毎年、 テーマに沿ったトークや様々な企画を行い、番組の最後には、スマップの生ライブが行われるのが恒例となっていた。1995年から2004年までは、少数のゲストと恋愛に関するトーク企画、サンマとスマップがそれぞれ好みの衣装を提案し、それをモデルに着せて、誰のセンスが一番いいかを競うファッションショー企画、スマップの5人が、 合コンに参加したり助走をしたら、誰が一番似合うかをランク付けする、コーナーなどが行われてきた。1995年から1998年までは、SAP100 の哲学と題し、事前に100の質問を SAP 全員に行ったものの、中からテーマがモニターに表示され、そのテーマからさんは司会のもトークを行った。1999年のみ、 サンマ &SAP の行ってみたい場所をテーマとして番組史上初となるオールロケ企画としてサンマ、スマップ全員のそれぞれが行きたい場所へロケバスを使用していきつつ当時の麹町日本テレビ本社前から現在潮止日本テレビ本社があるパーティー会場の簡易セットを組み立てた場所の更地まで移動したゲストとは潮止にて交流し その潮止めさらちの簡易セットでトークと当時恒例だったクリスマスファッションショーとスマップライブを行った番組がスタジオ外から放送を行ったのはこの年だけである2005年にはゲストを大量に出すなどの手こ入れを行い自分ならどんな最高のクリスマスを彼女に届けるかを発表するクリスマスナンバーワン決定戦が行われた2006年2007年には サンマやスマップが実際に出会った、ムカついた女や、グッと来た女を再現 VTR で紹介し、ゲストが共感できるかどうかを審査する企画が中心となった。2008年には、名言。2009年には、都市伝説をテーマとして、サンマ、スマップの人間像を、証言や再現 VTR で紹介する企画が行われた。2010年には、ゲストから出された、 禁断の質問に、サンマ、スマップが答える企画が放送された。2005年以降行っていた再現 VTR は、一切なく、6年ぶりに、全編トークの構成に戻された。2011年にはサンマ、スマップのことが大嫌いな芸能人が、スタジオに登場し、禁断のエピソードを告白する企画が行われた。 2012年にはサンマスマップの過去の発言の嘘をゲストが告発する企画が行われた。2013年にはサンマスマップに久しぶりに会いたい人が大集合する企画が行われた。2014年にはサンマスマップの過去20年の黒い噂を検証する企画が放送された。2015年にはサンマスマップの羨ましい、妬ましい、 ジェラシーを感じる人を大告白する企画が放送された。しかし、この年が最後の放送となった。2016年8月、スマップが年内での解散を発表。この年に本番組が制作されるかについて、日本テレビ側は9月末の時点では、お話しできるタイミングではないとの見解を示した。そして、同年12月2日、 日本テレビにより同年は放送されないことが分かった。スマップ解散騒動の影響もあり、同年夏以降、グループ活動をすることは難しいと5人は民放音楽特番の出演を辞退しており、厳しい状況を承知の上で、同局は同年も放送するべくオファーしていたが、叶わなかったいい、中井が、ザ、世界行天ニュースと中井の窓、さんが、 踊る、サンマ御殿のレギュラー番組を持ち、同局と関係が深いため、粘り強く交渉を続けてきたが、事務所から承諾はもらえなかったという。これで1995年からスタートしたが、2015年放送分が最終回となり、放送年数20年、通算21回の歴史に幕を閉じることになった。サンマは、 自身がパーソナリティを務めるヤングタウン土曜日で当番組が終了したことを明かした。2015年まで日本テレビの番組にスマップが定期的に全員揃って出演するのは本番組のみだった。2016年以降クリスマスの生放送特番は行列のできる法律相談所に移行し2017年以降の放送ではサンマが司会を務めている。 また、2017年は、放送では使われなかったものの、シークレットカフも、司会席に置かれていた。しかし、2019年以降は、クリスマスの時期に生放送のバラエティ特番は、放送されていない。1995年から2002年までと2009年以降は、放送禁止用語やテレビでは、絶対に言えないようなことを言う際、サンマやスマップが、 シークレットカフと呼ばれるカフのレバーを下ろしてその言葉を隠すという制度があった。このシークレットカフは同局の番組しゃべくりセブンの一企画のギリギリ007の生放送バージョンの時も使用されている。番組の演出上なくてはならないようとも言える名物演出。至ってシンプルなおかつ単純な演出だが生放送が故に放送禁止用語。 放送上不適切な発言、極端な個人情報、暴露話などを言いたい、または言わざるを得ない状況時に、サンマがフリートーク時に画面向かって、サンマの右隣に設置されているレバーをサンマが引くと、ウルトラマンの効果音やサンタクロースと思われる中年男性の歌声から構成されるジングルベルが放送上に流れ、ゲストを含めた出演者全員とスタッフや、 観客の笑い声の音声が切れて聞こえなくなるという演出である。ただし、スタジオの状況次第では、スマップメンバーの誰かがカフを弾く時もある。1999年のみ、全編オールロケで、スタジオがなかったため、移動中のロケバス車内に設置されていた。使用時には必ず、シークレットカフ。危険なトークをしております。しばらくお待ちくださいというテロップが、 画面下部に表示され、危険トーク終了後に、サンマがカフを戻した後に、スタジオが爆笑の渦になるという、毎年恒例パターンになっていた。2002年をもって、突然廃止されたが、7年後の2009年に復活し、以降再び毎年恒例となっているカフがと言っている。2011年に、ユースケ・サンタマリアが、トークや、 舞台の宣伝等で喋ろうとした途端、サンマがいたずらでカフを惹かれ過激な内容でもないのにも、かかわらずトークを封じ込まれたこともある。しかし、最後の放送となった2015年については、例年通りスタジオに設置はされていたものの、使用されなかった上に、番組冒頭での説明、テロップでの表記も行われなかった。カフのある年での未使用となったのは、 番組開始以来発のことである。本番組は、スタッフの大幅な入れ替わりや、放送作家の入れ替えのため、番組構成、番組コンセプトが、第1回の1995年とは大幅に異なっている。大まかに分類すると2003年、2005年、2009年、2013年の4回大幅リニューアルが、行われていた。ありがとうございます。